当社は1900年に創業して120年余りの2023年に社名を凸版印刷株式会社から凸版ホールディングス株式会社に変更いたしました。印刷を社名から外し世界中の課題を突破するという決意を英字の凸版に込めました。ここ凸版中部事業部は中部圏に3つの製造拠点を持ち、情報コミュニケーション分野から生活産業分野まで中部圏の社会や企業の変革をサポートし、皆様のサステナブルニーズに応えてまいります。今回立ち上げた両面テープ貼り付け自動機モビルロボットシステムもその一つです。自動化を実現するには様々な課題がある両面テープ貼り付け作業ですが、ロボットを使うことによって多種多様な自動化に対応し作業効率の改善を図るシステムが実現できたと思っております。製造現場において対象物を貼り合わせるという作業はたくさん存在しますが、接着の方法として両面テープが用いられることがあります。その両面テープの貼り付け作業は人が手作業で実施している製造現場もあり、今後自動化が求められるのではないかと感じています。両面テープを貼るためにはまずテープを貼る、次にテープをカットする、そしてセパレーターを剥がすという3つの作業をする必要がありますが、この作業の自動化を考えたときに多くの課題に直面することになりました。両面テープの自動貼り替えについて何かいいものがないかと調べていたとき、モビルテープという商品があることを知りました。そこでこのテープの技術を持っているヘクサ株式会社様に相談を持ちかけまして、テープ材料と貼り付け装置について連携して開発を進めさせていただくことにしました。私どもヘクサではこれまでさまざまなお客様から製造や包装、梱包のそれぞれの現場の合理化などに関するご相談をいただき、装置および材料の開発を行っております。今回両面テープの貼り付けシステムとして三菱電機様、凸版様と連携をして開発したものがこのモビルロボットシステムになります。多種多様なものに両面テープを貼り付けるにはロボットを活用するのが手っ取り早いと考えましたが、さまざまな対象物に対応させるために工夫した点があります。ロボットに装着するテープヘッドの機能としてテープを貼る、テープをカットする、セパレーターを剥がすがありますが、対象物に確実にテープを接触させるサスペンション機能を設けることでロボットでのテープ貼り付けが実現しました。人手不足が深刻になっている製造現場において、人が両面テープを貼り付ける作業の自動化を考えた場合、ロボットの活用は容易に想像がつきますが、隣接する他の作業で手作業が残っている製造現場では人とロボットが近い距離で連携して作業するということが求められます。そこでロボットにつきまして、三菱電機様のアシスタといういわゆる共同ロボットというタイプの商品をご紹介いただき、このロボットで検証をスタートしました。共同ロボットは人と機械が共に作業できるというロボットでございます。従来の産業ロボットは安全策を設ける必要があり、コストや設置場所の点において導入にハードルがございます。また産業ロボットは大量生産には向いておりますが、少量多品種といった頻繁にティーチングを行う製造においてはやや柔軟性に欠けるのが欠点といえます。三菱電機の共同ロボットアシスタは直感的な方法でティーチングを行うことができますので、人の作業を自動化するといった点において適した製品でございます。また安全面も十分に考慮されておりますので、より現場に導入しやすい製品となっております。共同ロボットの活用による両面テープ自動貼りテスト機の開発は2021年12月頃から始まりました。三菱電機様から検証用のアシスタをお借りし、さまざまなワークに対して両面テープの貼り付け作業を行いながら開発を進めてきました。モビルテープはサイプ加工が施された両面テープで、直線はもとより曲線状にテープを貼ることもできますが、平面の対象物に対しては問題なく貼ることができるものの、3次元方向に貼る場合、ワークの個体差や取り付け位置の微妙な差による影響で貼り付けがうまくいかなくなる状況が発生しました。貼り付け不良の原因はワークの XYZ 方向の位置ずれによるテープ貼り付け圧力の変動のためと考えました。テープヘッドのサスペンション機能により
ある程度の変動は干渉できるものの、アクティブな貼り付け圧力制御が必要と考え、三菱電機様に相談させていただきました。三菱電機でロボットの周辺機器としてラインナップしている力学センサーの活用を提案いたしました。力学センサーはロボットの手首に取り付けられ、ハンドがワークに接触した時の XYZ 方向の反力とモーメントを検出します。これによってハンドの先がどの方向を向いていても常に一定の圧力をかけ続けるという動作を実現することができました。力学センサーを導入いただいたことで副次的なメリットも生まれました。センサーから力をロギングし続けることによってトレーサビリティ向上に結びつけることができるようになりました。データを解析することで不良の早期発見や予兆保全にも役立てることができます。凸版チューブ事業部ではこのモビルロボットシステムを梱包や包装の作業現場だけでなく、さまざまな製造現場でもご活用いただけると考えています。またモビルロボットで使用する両面テープのモビルテープも業務用から家庭用まで今後ラインナップを揃えてまいります。これまで手作業で行っていた両面テープ貼り付け作業において、少子高齢化による人員確保の問題及び労務コストも大きくなってくることが考えられます。作業の合理化をご検討いただく中で、この技術をご活用いただけるのではないかと確信しております。